この項目ではアメリカ合衆国ワシントン州シアトルで公共交通機関を運営するサウンドトランジットが所有する日本の鉄道車両メーカーである近畿車両が製造した超低床電車について解説する。サウンドトランジットが運営するライトレール路線であるセントラルリンクの開業に備えて導入された車両で2014年までに62両が導入された。 シアトルと周辺都市を結ぶリンクライトレールは1996年に計画が採択され2002年以降建設が開始され2009年7月18日から営業運転を開始した路線であるこの開通にあたり導入されたのがアメリカ各都市のライトレール向け車両を手掛けている近畿車両製の電車である最初の車両は2003年に発注が行われた 運転台が存在する、先頭車体が全長が短い中間車体を挟み込む、三車体連接車で、後日の動力台車が存在する箇所を除いた車内の70%が、床上高さ 370mm の低床構造になっている。前面は丸みを帯びた、柔らかな曲線形状で構成された流線型で、斬新さと親しみやすさを両立させたデザインに仕上がっている。 また、下部には平結運転に対応するための電気連結器が存在し、先頭に立つ場合は、先頭部と一体化したデザインのカバーで覆われる。この先頭部及び側面は、対抗性高張力鋼で製造されている一方、屋根や台車部はアルミニウムを用いて作られており、サウンドトランジットから提示された、荷重条件や耐火性能を満たした設計となっている。車体の連部は、 近畿車両が手掛ける70%部分、超低小電車において、多数の実績を有する、大枠部の旋回ベアリングと、屋根状の Z リンクにより結合し、連接断波とともに走行時の安定性が保たれる、構造が用いられる。塗装は、サウンドトランジットの標準塗装である、白を基調に、車体下半分に、波目パターンを描いたものである。車内の座席配置は、映車及び、 B 社がクロスシート及び収納式ロングシート C 社がロングシートであり A 社 B 社の低床部分にある3人掛け収納式ロングシートは折りたたむと車椅子スペースになるほか連結側には自転車ラックが存在する両開きプラグドアである乗降扉は A 社 B 社の低床部分に両側2箇所ずつ配置されており 低床式プラットフォームからも段差なく乗降可能である。車体の軽量化と材料取りの簡易化という目的から、天井パネルや床パネルにはフェノール樹脂性を採用している。運転席は客室から仕切りによって独立しており、中央に設置された腰掛けから、正面側にコンソールユニット、左側に運行や補助に関わる情報が表示される、タッチパネル式モニターディスプレイ、 左右の隅柱側には、車体各部の監視カメラの映像を映し出す、モニターディスプレイが設置されている。これらの配置に関しては、先に日本の工場で、モックアップを製造し、現地シアトルへ輸出した上で、当局関係者に実際に座ってもらい、さらに検討を重ねる形で設計が行われている。台車は、A 社、B 社の運転台側に電動機を搭載した、動力台車が、 C 車に付随台車が搭載されており、車輪の内側には対抗性圧延鋼を用いた溶接組み立て構造の台車枠が設置されている。軸バネにはシェブロンゴム、枕バネは空気バネが用いられており、車輪は騒音を抑制するため防振ゴムを挟み込んだ弾性車輪が使われる。動力台車に2機搭載された手電動機からの動力伝達は中空軸や たわみ継ぎてを介して行われる。安全対策として、動力台車の前輪に砂巻き装置が設置されている。ほか、戦闘よりには、廃焼機と自動列車保護装置の受信装置が存在し、必要に応じて、制動装置が自動的に起動する。主電動機や制御装置は、オーストリアのエリン、制動装置は、ドイツのクノールブレムゼが手掛けており、 近畿車両が手掛けた他の70%部分、超低床電車からメーカーが変更されているが、機器構成や配置を極力同じとすることで、設計の合理化を図っている。特に、同時期に製造された、バレーメトロレール向けの電車とは可能な限り偽装の共通化が行われている。これらの主要機器や空調装置、乗降扉をはじめとする車両の各部は、 車両管理システムによって管理されており、ネットワークによって接続された各部の状態は蓄一、運転台のタッチパネル式モニターディスプレイに表示される。また屋根上には保守支援用のワイヤレスランアンテナが設置され、保守サイトとのデータの交換が可能となっている。閉結運転時は、電気連結器に組み込まれた e s a p i n インターフェースを開始、車両同士の非接触接続が行われる。 製造は2時にわたって行われ、2009年の開通に向けた最初の35両は2006年から2007年にかけて製造され、造備車となる27両は2010年から2014年まで作られた。アメリカでの最終組み立てはワシントン州エヴァレットにあるボーイングの工場を曲がりする形で行われた。開通当初は想定よりも 利用客が少なく、夜間を中心に一両編成の列車も存在したが、二千十六年に、ワシントン大学方面への延伸が行われて、以降乗客が激増し、二千十八年十二月現在は二両、および三両が基本編成となっている。だが乗客数に対して百系の本数が不足していた、ことからラッシュ時にも二両編成で運行する列車が設定され、場合によっては、 最大定員数である194人を超過し、限界荷重に近い1両あたり250人以上の客が乗り込む事態も発生している。そのため、2020年以降シーメンス製の新型車両である200系の大量増備を実施すると、共に2021年からは1列車の最大量、数を4両編成に延長する計画が立てられている。ありがとうございます。